父ちゃんは天然パーマーをご覧の皆さんこんにちは池さんですお盆休み始まっちゃいましたねえー、我が家はですね8月7日からですねお休みをいただきまして約1週間、えー、東北と北海道、えー、ぐるっと回るロードトリップね車中泊のロードトリップ行ってきますので今週そしてまあ来週いっぱいぐらい 全然動画を上げられなくなってしまいますことを、許しください。<noise> けど、あのー、またね、無謀ではありますが、長期ロードトリップ行ってまいりますので、その様子を、えー、帰ってきましたら一生懸命編集して動画アップしていきますんで、ぜひ楽しみに待っていてもらえると、すっごい嬉しいです。<noise> というわけで、えー、もう実はですね、今日月曜日、えー、明日の夕方には出発するんですね、でそこから、えー、一気に青森の最、ね、北端、大間崎まで上がっていくっていう、とんでもなく無謀なルートから始まりますので、まあ、精一杯ん無事故無,違反無事故無違反でね、楽しんでいきたいと思いますので、うん、ぜひこの夏休みのトリップの様子は、夏休み明けた、うーん。 18日行こうかな随分先やんけちょっと先になっちゃいますけども、2週間ぐらい動画をお休みしちゃいますんで、まあ、その間の Twitter と Instagram ではね、随時、えー、ほとんどライブ配信的に状況を報告していきますので、そちらをチェックしていただけると、めちゃめちゃ嬉しいです。というわけで、皆さんも夏休み、あの、いろんな夏休みの旅行計画されていると思いますので、どうぞ ご安全にそして、えー、それぞれ夏休み終わりましたら皆さんの動画旅の動画も楽しみにしてますのでまたね YouTube を起点に皆さんと交流おしゃべりできればと思ってますというわけで池さんでしたそれでは皆さん、えー、お互いに最高の夏休みを送りましょうバイ